ハロー YouTube、 ミスターまゆみさん、速稼塾の久保でございます。今日も動画を送っていただきましてありがとうございました。まずはね、限定公開、公開の件なんですけども OK です。そういう風にね、ここは限定公開にした方がいいなと、ここは公開だなっていう風なね、住み分けをするのはいいと思います。まあでもね、やっぱり限定公開っていうのは、せっかく発信してる中でなるべくしたくないですよね。私もね、こうは言ってもね、9割が限定公開なんですよ。9割ですよ。これだけ出してても、出してないのが9割もあるんで、もったいないなと思いますね。限定公開を公開にしたらね、多分ね、2万本くらいボカンと増えるんですけどもね、できない、まだ。それはやっぱりマントゥーワンの、やっぱりね、コンサルメッセージっていうのは、個人的な家族の背景とか資産状況とか、それからね、本当に身体的な悩みとかを全部ね、お話してたりとか、中にはね、やっぱりこう男女関係のもつれみたいな、そんなね、回答とかもやってるんですよ。いや、これはね、公開できないものありますね。ただそれでも公開するものはもう手を緩めない、公開動画ですね、こちらの方は手を緩めないでいこうかなと思います。だからね、どんなものを公開するかって、やっぱりね、普遍的にためになる動画がいいんじゃないかなと思いますよね。ためになる動画っていうのは何かって言ったらですね、例えばね、なんで先手で挨拶をした方がいいんでしょうかとかね、会社に出社するときに自主的に30分早く行くと何が起こるでしょうかとかね、そういうものとか、あとは私オリジナルなんですけども、所得の 1% を災害対策費として毎月毎月計上して何かを買っていく、ペットボトルの水を買っていくとかね、保存食を買っていくとかすれば、もう災害対策は落ち着いてできますよとかね、発電機も買えるし、これをね、やっぱりね、年の単位でやっていくとものすごい金額になるんですよ。で、ペットボトルもね、6本入りで1ケースのやつが200ケースぐらい、これね、たまるんですよね。すごいですよ。やっぱり塵も積もればって感じですね。メッセージがポンポン入ってますね。はい、それですね、日本はね、結構寒くなってきました。11月の明日はもう6日になりますけども、早朝深夜と結構寒いんで、ちょっとストーブを出さないといけないなと思っております。日本全国、そして世界各地、いろんな気候がありますよね。で、なんかね、なんだったっけな、インドネシアバリ島に行った時にね、この前ちょっとお話したんですけど、感じたのは、暑いから休みながら仕事をするのをみんなでお互い様で容認してると、まあそういったようなね、無理に働かなくていいじゃんみたいな文化ができるんではないかなと思いますよね。日本っていうのはね、やっぱりね、暑くても寒くても根性でやるんですよね。これはこじつけるんだったら日本の戦時下の教育、軍隊教育がそのまま来ちゃってるのかなって気はします。これはもうこじつけですけどもね、やっぱりね、暑かろうが寒かろうが精神力でやっていけみたいなね、もう物がなくても食料がなくても精神力でやるんだみたいなところはね、ちょっと行き過ぎてますけども、ただね、やっぱり私それを加味しても思うんですけども、日本人の精神力ってのは他の国にはね、類を見ないぐらい崇高なものがあるなと思います。使い方を間違えなければ、精神がね、この精神がですよ、精神力が物事を達成する、成就するっていうのは日本にしかない考え方なのかなと思いますよね。だからそれを何でもかんでも使えってことじゃないですけども、戦争とか戦いとか飢餓とかに使えってわけではないですけどね。でもやっぱり凡事徹底っていうんですか、何か一つのことをやろうかなと思った時に、その精神力を鍛えていく場としてね、例えば動画の量産とかもやっていけるんじゃないかなと思いますね。はい、それからミスターまゆみさん、商品売ったそうなんでおめでとうございます。そういったことが本当にこれからの人生の身になっていくと思います。というのが、自分一人でビジネスをやっていこうとしたら、全部当たり前ですけど自分でやるんですよね。商品の選定とか開発とか、それから集客とか、販売でしょ、あとアフターフォロー、お客さんフォロー、現金回収、クレーム処理、全部自分でやるわけですから、会社員っていうのは会社のワンセクションだけをやるんで、会社の中で一部はたけていくんですよ、上手になっていくんですけども、部署を離れたら全く分かんない世界ってことになっちゃうじゃないですか。だからここがね、会社員と会社を離れて独立起業する人の大きな違いで、もうオールマイティじゃないとダメなんですよ。不得意分野でも勝てるようなね、そんな人間にならなければ起業できないんですよ。で、世の中ではですね、例えばインターネットの高いスキルを使って商売してる人、こういう人もライバルになるわけですから、いや自分ネット苦手なんでとか言ったら、あっという間に叩き潰されるわけなんですよ。そういう意味で言うと、一流の YouTube を使うような企業がやってきても、テレビメディアでね、ガンガン広告戦力をやられても、自分の食い縁ぐらいは勝ち切っていくっていうね、そういうふうな精神力がまさに必要なんですよ。あそこは大手だから負けてもしょうがないやって思った瞬間に終わりなんですよね。大手であっても弱点があり、大手だからこその資格があるわけですよ。我々はその資格にね、
つっついていくわけなんですよね。こういう例があります。ものすごくね繁盛してるスーパーがあるんですよ。ものすごく繁盛してるスーパー、広告むちゃくちゃ売ってるんですよ。お客さんむちゃくちゃ来るんですよ。そういうスーパーの横に広告も出してない、商品力も大して良くない、でもひっそりと家族で運営してるスーパーがあるんですよ。このスーパーは成り立ってるんですよね。なぜかっていうと、この大きなスーパー繁盛店が広告を出してくれるんで集客するわけですよ。でもその集客の小判ザメのようにおこぼれでこっちのお店も売り上げが上がってるんですよね。こういうこともできるんですよね。だから私がね情報発信していく中でこれとすごく似たような戦略を取ってるなっていうのはトレンド戦略です。今ね例えば日本では選挙が流行ってます。 N 国党の立花隆さんとかね、令和新選組の山本太郎さんっていう人がインターネットを使った選挙活動をものすごくね成功させてるわけなんですけども、でここにですね N 国党とか令和新選組とか選挙みたいなキーワードで動画を作ってる人っていうのはアクセスが高いわけなんですよ。速稼塾の YouTube 塾生の中にもね、この N 国党に特化してまさにね、海老名市ってところで今 N 国党選挙してるんですけども、海老名にたまたま住んでらっしゃる方がもうこれを待ち構えていて、もうねガン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 放送することによって、で党首のね立花さんに一緒に会ってねこうやってガッツポーズをすることによってアクセスを集めてるっていう例もあるんですよ。で安倍理恵さん並みの普通の人の見解がものすごく新鮮なんですよね。で選挙が得意な人とかN 国党の戦略を分析する動画はいっぱいあるんですけども、普通の主婦の感覚で話してるものっていうのは実は一番ねニーズがあるんですよ。あ、自分と同じような立場の人がこういうふうに柔らかく喋ってるな、聞きやすいなとかね、専門用語とか出てこないし難しい戦略とかは全然興味ないんだけども、でも自分と同じような感じ方をしてる人がいるって本当安心だなっていうことでね、見ていただけてるっていうことなのかなと思います。いろいろとねあるもんだなと思いますよね。はい、いろいろ喋っちゃいましたけども、何のことを喋ってるのか忘れちゃいました。ミスターマエンさん、また動画お願いします。